昔昔あるところに不器用な男の子と少し気の強い女の子がいました。違う世界に住んでいた二人はある日偶然出会い恋に落ちました。男の子は優しくて、いつも振り回されて、女の子は手紙でいつも謝りました。星が降るある日のこと、男の子は月日は流れて、二人は年をとって深い絆ができました。相変わらず男の子はいつも振り回されて、女の子は優しさに感謝していました。星が降るあの日と同じように、男の子は手を取ってこう言いました。愛してる誰よりも君が思う距離もいつだって君のことで心は。Scrumux, do you like the sound of this?